おはようございます。はい、おはようございます。はい、11月23日、はい、木曜日、今日は休み、お休みですね。今からタンドリーピザ飲んで、スーパーからビール買ってビール、焼酎、ウイスキーは、ウイスキーは大丈夫かな。ウイスキー大好きなの。あと子供にはあのご飯とこのチキンを渡しておけば一緒に食べられます。満足ですね。とね、うどんのトッピングに昨日も言ってたんですけど、うどんにこれ乗っけて食べるとピリ辛で美味しい。ピリ辛チキンを乗っけて食べる。これ素晴らしいことに皮の取ってるんですね。鶏もも肉の皮を取ってるんですよね。ということで、カロリー控えめなのにタンパク質はしっかりとる。ダイエットを試みている女性の方、またまたちょっとお腹が中性脂肪が気になるお父さん、こちらのチキンサラダと一緒に食べてもらうといいですね。本当にチキンサラダというのもあります。ぜひとも注文をお待ちしてます。今から炭窯で、油で揚げない炭窯でしっかり焼いていきます。まあ、後ほど出来上がりをお見せします。